はい皆さん、こんにちは。こんばんは。村長スタジオです。今日はスタジオ1純正のインパクト XT 第4回目のお話となります。もう4回になるんだね。そうですね。もう随分皆さんも慣れてくれたかな？ただし、今日からやることは、基本機能というよりも、応用編ということになります。この応用編ですけれども、実際は、画面の左下の方にある、XLN オーディオの XO という、このソフトがなければ、効率よく、インパクト XT は使えないと言っても過言ではありません。なぜかと言いましたら、スタジオ1はこのループというところに、一応、素材というのはあるんです。ここで検索としましては、まず、ドラムを選びます。そうすると画面の上に、ドラムというタグが出てきます。これがもし出せない場合は、一度クリアしますが、この右隅にある、虫眼鏡ボタンで検索を出していないと、こういうチョイスができません。そして、ドラムスを選びます。そうするとドラムが絞り込まれまして、大抵のショットには、エンドという言葉が、ファイル名にはついていますので、ここで、エンドと打ちます。はい、そしてエンターキーを押すと、この上のところが、ドラムス、エンドというタグがつきます。そしてサウンドファイルが表示されます。ちょっと一番上を聞いてみましょう。こういうループ素材ですね。そして、ちょっとリストを下ろしていきますと、前にテンポがついてる音ネタがあります。これは、ワンショットになってるものがほとんどです。ちょっと鳴らしてみます。このようにしてファイル名から想像して、このパッドに入れていくわけです。はい。このように割り当てができるのですね。これでパッドを押すと、このように音が鳴るというようになっています。となると、ここにあるものの中から選ぶためには、必ずこうやって鳴らして確かめないと、自分の求める音を探すことはできません。ちょっと悲しいのは、ボリュームがかなり違います。嫌ですわ。もちろんインパクトに持ってくると、この小さな音も、こうやって持ってきて、最初は、音がほとんど聞こえないぐらいになりますが、これをノーマライズすると音は大きくなります。もう一度鳴らしてみます。はい、これで一応音が聞けます。でも現実にこんなことをやって一つ一つ入れていくのでしょうか。もちろん、ループ素材を一気に入れてしまうということもできます。シフトキーを押しながらループ素材を入れると、このような分割挿入ができます。このように、音がパッドに割り付くわけです。B のところまで入っている可能性もあります。やはり17個のスライスができたということになります。このように画面には1個1個スライスがありまして、このように個別のビートの音がこのように入るわけです。ですから、よく似た音ももちろん入っています。これでは現実的には使えないというようになりますね。そこでこの XO もしくは整理されたループ素材の音ネタが必要になります。一度パッドをクリアします。これで空の状態になりました。例えば僕はザループロフトというサンプル素材を持っています。ここにはジャンルがこのようにありまして、その中を開くと、ループとサンプルというように、フォルダーが分かれています。そのサンプルの中に、このループで使われているサウンドが、ワンショットとして入っているわけです。ちょっと聞いてみましょう。ライドシンバルですね。これはサイドスティック、バスタム、ハイハットクローズ、これもハイハットクローズですね。ハイハットオープン。バスドラム。これもライドですね。はい、これもライドですが、ちょっと変わったサウンドが鳴るライドシンバルです。これは標準的なスネアですね。こうやってまとまってくれているなら、入れるのも簡単ですね。もちろんこの音ネタは、一つのドラムキットになっていますので、同じドラムセットから録音した音ということになります。ですから、これはとっても使いやすいですね。そうですね。これなら私も使えそうです。こうして欲しいものを一つ一つ入れていくという方法もありますし、先ほどやりましたシフトキーを押しながらやると、こういうバラバラの音ネタを一気に入れることができます。このように必要なすべてを選択しておきます。そしてシフトキーを押しながら持ってくるわけです。そして左下のパッドにドロップすると、このように11個の音ネタが割り付けられるのです。これぐらいなら簡単ですよね。これなら現実的にも使えますので、結論から言いましたら、自分でこういう音ネタを準備しないことには、あまりにも複雑すぎて、インパクト、XT をうまく使うことができません。実際にこのようなドラムセットとして読み込むのではなくて、EDM のようなチョップ的な使い方であれば一旦クリアしますが、このループも先ほど言いましたように同じキットでのループがいろいろありますので、ここでちょっと聞いてみます。このようなループをシフトを押しながら入れると、こういうように整理できた形でちゃんと割り当てることができます。こういうようにならまだ利用範囲があると思います。そして本題になりますけれども、今回僕はインパクト XT がとってもいいソフトだなと思って解説を始めましたが、実際にはこの XO がなかったら多分解説もやっていないんではないかなと思います。XO のソフトではちゃんとバスドラはバスドラで整理ができてるわけです。この赤いところはほとんどがバスドラです。そして青いところはスネアです。これなら左隅にはバスドラを入れようとかですね。こういうことがすぐにできます。入れ方というのは、ここにエクスポートの機能があります。これを出しておきまして、まずここにセットします。必ずここに割り付けはしないといけませんが、このようにして音を割り付けましたら、こちらに入ることになります。そしたらこのままドラッグすればいいわけです。スネアを入れてみます。もちろん本来はスネアの場所に入れるのもいいんですが、同じところにセットしても問題はありません。スネアを決めたらもう一度キックの場所にセットします。またキックに入りましたので、これをスネアのパッドにドロップします。このようにいろんな音がありますが、こちらはハイハット類です。じゃあ、このハイハットを入れてみましょう。全部このようにキックに入れても大丈夫です。ちょっと違うタイプのハイハットも入れてみましょう。じゃあここにはハイハットのオープンを入れます。はい、この緑のあたりぐらいがオープンハイハットになりますので、またキックにセットします。これでハイハットオープンまでできました。はい、この下の方にはライドシンバルがあります。ライドも入れてみましょう。ちょっと違うタイプのライドも入れてみます。このウィンドウが XO のウィンドウからはみ出せたらさらにいいですね。そうだね。特に下の方がシンバルのようです。こういうように目的に近い音が探せましたら、画面の下の方でこのように類似するシンバルを選ぶこともできます。このシンバルを入れてみます。これで8個のパッドに入れれたわけです。 XO なら私にもできそうですね。そうだね。 XO とうまく連携する、もしくは専用のドラム音源でキットになったものなら、現実的にこのパッドにサウンドを割り付けることができるということになりますね。XO を使えばさらに便利な方法でキットを作ることもできます。例えば XO のプリセットを選択します。じゃあこのキットを入れてみましょう。このようにしてキットを選んであれば、もうここからは簡単です。この8つのトラックに音がセレクトされています。こうなれば先ほどのエクスポート機能で、一番下にある、このエリアをドラッグさえすれば、簡単にパッドに割り付けることができます。一度クリアします。そうすればこれを、シフトキーを押しながらドラッグドロップすればいいということになります。今聞いていた音がここにちゃんとセットできました。このようにセッティングできたわけです。ですからもう少しバリエーションを作りたいなら、ここで違うプリセットを検索します。じゃあこれも追加しておきましょう。B の枠に入れてもいいですが、まだパッドが空いているので、これを入れてみたいと思います。このようになります。ちょっと聞いてみましょう。こうして16個のパッドに全て割り付けられたことになります。これがインパクト XT についての割り付け方です。各パッドについての編集は前回の動画のインパクト XT 前編後編というのを見ていただいたら編集の仕方はわかりますので、そちらの方を見てください。音ネタをセッティングできたらカラーぐらいはチェンジしておくのもいいでしょう。そうでないと見た目がわかりにくくなります。このようにして分類ごとに色を変えるのもいいと思います。今のところはこの8つの音にカラーをつけました。今日をクリックすると音も確認できます。じゃあこちらの方で、まず簡単なパターンからスタートします。はい、簡単なところからしてください。私がわかるようにね。じゃあバスドラを4つ打ちします。はい、こういうことですね。そして、次は、こういう少し変わったバスドラを飾りのように入れましょう。これはスネアです。2拍、4拍に入れておきます。はい、クラップですね。これはここに入れていきます。はい。ハイハットのクローズです。はい、これは使わないでおきましょう。これもパス。このようにしてまず簡単なリズムができました。どんな感じか聞いてみましょう。ちょっと最後に飾りがあってもいいですね。このようにしたら、通常のピアノロールと同じように、画面下の方からベロシティの設定を出すことができます。それでは、それぞれのベロシティを変えて、さらにいいリズムにしていきたいと思います。こういう時は、今のように一個ずつやるだけじゃなくって、こういうように曲線を書くことができます。それではどうなったか確認してみましょう。はい、いい感じですね。やはりベロシティが重要だということはよくわかります。例えば、このグルーヴの中で一部分に3連を入れたい。そんな要望が出てきたらどうすればいいんでしょうか。そういう時はパッドを複製します。ただし、このパッドの音をコピーする機能というのがインパクト XT にはありません。それは困っちゃいましたね。応用としましては、このパッドを右クリックしてエクスプローラーに表示をします。そうしましたらこのように表示することができますので、この音ネタを違うパッドにセットします。これで同じ音が複製されたわけです。これもカラーを赤にしておきましょう。そして隣り合わせがいい場合は工具マークで場所を移動しておきましょう。はい、このように移動することができます。そして、これを3連符にすればいいわけです。ステップ数を16分の1の3倍の48に変更します。そしてここは32分の1のトリプレットにすればいいわけです。そうすると、ここに3連打ちができます。例えばこういうことです。もしくはこういうことです。そして、こちらの方を削除します。これでどうなったか聞いてみましょう。2つのトラックをソロにしておきます。はい、このようにできたわけです。例えばもう少し間引いてみましょう。ここを16分の 1t にします。そうすると、このような打ち込みができます。はい、応用すれば、いろんなことができますね。でもなかなか思いつかないですよね。どうしてここで、パッドのコピーをできるようにしていないのか、あまり理由がわかりませんが、こういうところも改善していただくといいですね。パターンの作り方の応用例でした。次はもう一つ応用を聞かせたいと思います。まだ応用があるんですか？はい、これはしっかり覚えてくださいね。それには、この XO のようなソフトは必須と言ってもいいかもわかりません。例えばこの音をハイハットの1つ目の音としてセットします。そして似通った音をもう1つ、この音を2つ目のハイハットにセットします。オープンハイハットというところに入れます。そういうように2つの音色を探しましたら、ここでまたこの2つをパッドに入れたいと思います。それはどうすればいいでしょうか。まず1個目を入れますよね。はい、入りましたね。そして2つ目を入れるときにコントロールキーを押しながら、ここに重ねます。そうするとここで、プラスのマークがついてきます。ここで離します。すると、1つのパッドに2つの音が、このように入ったわけです。上のエリアで、このように確認ができます。動画の前編で飛ばしましたレイヤーモードというのを使えることになるわけです。ここでベロシティというようになっていましたら、ベロシティによってどちらを使うかというのが決まります。一旦 XO を閉じます。そしてここを16分の1に戻します。まずは分かりやすいように。8分の1のビートにします。そして、これをソロにしておきます。今の段階で、このままレイヤーモードを、ベロシティにしたままにしておくと、このように、今一つの音だけが鳴っています。これを、大きな音と小さな音とこのように、50% で分けます。そうするとこの2つを音量で振り分けて使うようになります。お分かりになりましたでしょうか？ベロシティの値で音を切り替えるという風になるわけです。今度はベロシティをすべて一緒にします。そうしましたらレイヤーモードをラウンドロビンに切り替えます。こうすると2つの音が順番に出てくるようになります。ですから音的には先ほどと同じような形です。そしてこうやればベロシティが効きます。はい、こういうようになったわけです。これをもう一度、ベロシティを同じようにしておきます。今度は、ここに4つの音を入れたいと思います。全く違うものを4つにするということです。じゃあ、ここで3つ目を入れたいと思います。そして、これを同じようにコントロールキーを押して追加します。そしてまた、全く違う音。このように分かりやすいように、全く違う音を同じように、オープンハイハットにセットしておきます。そしてここに、コントロールキーを押しながら追加します。画面の上部を見てください。こうやって、ブロックが4つになって、パッドに4個の音がセットできました。これでラウンドロビンで鳴らしたいと思います。4つの音が、順番に出てきます。これがレイヤーモードのラウンドロビンです。音が4つ入りましたので、先ほどの実験に戻って、4つの音でベロシティを変えるときはどうすればいいのかをテストします。これで、ベロシティに戻してみましょう。そうすると、こんなパターンになりました。そしてレイヤーモードには、ランダムというのもあります。これでやってみましょう。このように自分では、コントロールはできませんが、バラバラの4つの音がランダムに出てくるようになります。一番最後にはスタックというのがあります。これはどういうことですか？一度に4つの音が同時になります。これでやってみましょう。はい。こんな形でレイヤーモードというのは面白い使い方をできるようになります。案外実用的なのは、ラウンドロビンにしておいて、ベロシティは手動でやる方法です。これで聞いてもらいます。これで、他のトラックも一緒に鳴らしてみましょう。同じようなスネアがありますので、このスネアは小さめで、16分の1で刻みたいと思います。どうなったか聞いてみましょう。こうすれば、それぞれの楽器の特性をうまく活かして、かなり面白みのあるグルーヴが作れたんではないでしょうか。わあ、すごいですね。こうやって応用力をつけて、どんどん、どんどんパターンをうまく使えば、さらに面白いビートメイクができるのではないでしょうか。私もまだまだ勉強しないといけないことがたくさんありますね。はい、勉強には、限りがありませんので、このインパクト XT をうまく使ってライバルと差をつけてくださいね。ただし先ほどからも見て分かっていただいた通り、 XLN オーディオの XO、 これはとっても重要で、正直持っていないと今やってるようなことをしようと思うとものすごく手間がかかります。そして音ネタを探しきれないと思います。今回はブラックフライデーも終わってしまいました。けれども次の機会には、この XO はマストアイテムということが言えると思いますので、ぜひご予算ができたら購入を検討されてみるといいと思います。前編、後編、応用編というように、インパクト XT をお話ししてきました。皆さんの制作のヒントになればいいと思います。村長スタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。